それでね、まあいろいろ言う人いると思うんですよ、俺が思うにはあの人の方が面白かっただろうとか関根のあの判断おかしいじゃないかって言ってる人いると思うの。だけどこれタイトル考えてみてください。関根勤選手権ですから僕が決めるんですよ。これは人気使ってる場合じゃない。そうR1 とか M1 じゃないんだから。そう、あくまでも笑っていいとものを素人の方が出てきた時の対応で、素人の人が嫌な気持ちをしないで帰っていただくっていう。だからこれ文句言われても僕もいや、それはお門違いですよって。じゃあまずは最初ね、はい、霜降り明星の粗品くん、バイクで来てくれるウーバー配達員っていうのがね、はい、うまいんですよね。でウーバーが今流行ってるじゃないですか、はい、ちょっと体が大きかったんですよこの方。だから自転車乗ると疲れますって言うと傷つくでしょ、なんで俺ちょっとなんか体重オーバーしてんのかなって言って BMI 高いのかなとかでバイクで来てくれるって言うと、あ、俺道もよく知ってる感じで運転がうまそうに思われてんのかなっていい方に取れるわけ、はい、それで発展なんですよ。で今の感じなんですけど、ウーバーってさすがね粗品君だなと思って、これは僕には出ない、ウーバーは出ない。そしてね、このここがね問題なんですよ、はい、フワちゃんが出るとチャンネル変えますっていうの、これ貼ってあげたんですよ、はい、今度女性、高齢な女性ってね、うるさい人嫌がる傾向あるの。あでフワちゃんはプロだから、フワちゃんこれ聞いたってとか言ってますよ、全然気にしませんよ。だプロはいいの。例えばフワちゃんのファンだとしても、私そんなフワちゃん好きじゃん、あ、嫌いじゃないけどななんて感じで何も傷つかない、うん、これがいいところなんですよ。そしてこの火鍋は赤ばかり減りますってね、結局ね、あの辛い方ばっかり食べるわけですよ。本当はストレス溜まってるでしょって、あの言いたいんですよ粗品君は。でもそれ言うとこの人傷ついちゃう。私赤が好きなタイプに見えるんだっつって、赤燃える女っつってね。7点。あとこれが最高だった僕は、はい、これ10点あげてもよかった。今思えばね、友達に貸す用の充電器を持ち歩いています。これは今じゃん、本当に今で、そんなこう親切な感じしたの。だから本当は33点だな。今思い浮かすとこれ10点出してもよかったな。ただやっぱり一番最初だったんでね、10点出しにくいってのあるけど、これ最高だった。出てきた女の人もさ、あ、私って親切そうなんだってさ、うん、すごいプラスじゃないですか、はい、これダメですね、木本さんお金貸してください。これはね出ちゃったのよ、我慢できなくて。これがね、粗品君のいいところなのよ。この人の顔から言って、その要するに断りづらいとか、お金すりそうだとかっていうマイナスのイメージが出ちゃって、であの時ちょっとまだね、今思えばそんなに木本君の事件ね膨らんでないけど、はい、あの時点ではちょっとねどうなるか分かんなかったんですよ。だからオンエアもギリギリできたと思うんだ、やっぱ0点だね。でもまあ2点ぐらいでもいいかもしれないな、今思えば3点ぐらいでもいいから36点。でも素晴らしかった、ちゃんと最後に自分を出すってところがいい、いかに面白くするかだから。で川島君はうまかった、はい、やっぱすごいですね川島。素晴らしかった。だってこの黄色のねおばさんが出てきた時にホットドッグの早食いでニューヨークまで行ったことがあります。これさ、ホットドッグの早食いで負けたことありませんって言ったらさ、もう5点ぐらいなのよ、大食いって感じじゃない。だけどニューヨークまで行ったことがあるってさ、これ日本で2位以内に入ってる。この黄色の帽子がねそれを彷彿させるのよ。これはうま、素晴らしい積極性が、で8点。あと色物屋で最後まで笑いませんでした。これはねそういう人いるのよ、腹立つんで見てると。それでねガーンってなってから、あーって笑うの、もっと先に笑えよって言った、そういう雰囲気もあったのよね、はい、でこれも8点あげまして、でも彼はそれ言われても別に傷つかないですから、そんなには。これも10点でもよかったかもしれない、次の、今思えばね。あの全部やった後だから、うん、そうですね、少しだけサザンオールスターズにいたことがあります。すごいですよね、これね 10,
10点だったね。ビートルズにも5人目のビートルズっているんですよ、はい、そんな感じで5日間ぐらいね、5日間ぐらいいたかもしれないじゃないなんかパーカッションかなんかで感覚でこれはいいな、これはもう今思えば10点だったんですね。これも良かったな。今週すべてのラジオにメールを送りましたってちょっとね、あのオタクっぽく見えるわけですよ、はい、彼は全ラジオ番組にメールを送ったって、要するに積極的であるっていう努力するっていうふうにあの取れるんで、あとこのね、島崎和歌子さんのことを女子プロレスだと思ってましたこれ9点あげたんだけど、はい、逆にこれが8点だな。だからサザンオールスターズが10点で、はい、これが8点だから、まあ、川島君の点は同じ42点ということで、はい、とにかく川島君はすごかった。続いてクッキーはね、ええ、あの絶対にあの途中で崩れると思ったあのクッキーワールドがね強すぎんのよ。だから絶対我慢できないと思ったのほらもういきなりだもん。お鍋終わりのおじやは3杯いきますが、その代わりに焦げろ吐いちゃうよってもういきなり言ってんだもん出てきた人さ、あゲロ吐く人だって思われるってさ、若い女性でもそれクッキーらしくていいね。クッキーはね我が道を行った。で次のあの帽子をかぶったおばさんはこう見えてプロ雀士、これはいいですよね、はい、うん、プロぐらいの雀士ってことは頭がいいってことですかあとこれが好きだった、僕背骨の粒が人より多い割にあばらが少ない方ですって一番いい、ね、大事な背骨が1個多いんですよ。だけどその分あばらがどういう体なんだよ。で言われて嫌じゃないもんね別に。こっちが9点で雀士が8点かな今思えばね、まあ、あの時分かんないですからね、もうどんどん出てくるからこれはダメ。軽トラは新品でなく中古でしか買えませんっていうのはこれはダメです。ケチっていうふうに思われちゃうんですか。 あとこれが良かった9点これ10点あげてもいいぐらい。こう見えても奥歯の大きさは国用の消しゴムぐらいあります、ね、あ10点はダメかこれ こんなでっかい奥歯ダメか。だまあ9点かな。でも国用の消しゴムってのはいいんですよ。で白いでしょ消しゴム、はい、で奥歯が大きいってことは咀嚼力あるってことなんですよこうグッて噛みしめた時にこう。王さんはホームラン打つたびにクッってたから、あの頃マウスピースなかったから奥歯ガタガタだったんですよ。クッって打つから国用ぐらいあればマウスピースいらないだらクッキーはクッキーで楽しかった、素晴らしかったですよ。だクッキーはまあ優勝はしないなと思った。ただ爆笑は誘ってくれると思いました。